ご飯が進む、野菜が美味しく食べられる、夏野菜の肉味噌炒めをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずボウルに材料 A を入れて混ぜ合わせます。フライパンにサラダ油を熱し、材料 B をしんなりするまで炒めて取り出しましょう。同じフライパンで豚ひき肉を炒め、肉の色が変わったら炒めた具材を戻し入れ、混ぜ合わせた材料 C を加えて炒め合わせれば出来上がりです。じゅわっと旨味があふれる美味しい肉味噌炒めですよ。ぜひお試しください。